こで誰が出てくるのかなっていうのは非常に楽しみな部分でもあり、ライズは前を向いて走ります。もう止まりません。生きるために戦う、題してサイゲームスプレゼンツライズデッドアライブ2020を開催いたします。出てきた右ノックアウト、早いギリフ一発候補俺が他には正直興味ない、まあやってやるよって感じ。大台に攻めた膝、大台に攻めて右サイドバター、原吉健と怒りのノックアウト。こうやっと2人が交わるっていうのはやらないとこのトーナメント開催してもらって意味がないんで、全力で潰そうかなとは思ってますけど。ねじ伏せてやろうと思います、力で。最低優勝で。このメンバーでも優勝したら、誰も文句言わないと思いますよね。この選手たちが私の夢を現実にしてくれるんだろうな。女子格闘技の未来じゃないですけど変わってくると思うので、強い人たちといっぺんにやれるのっていう、僕でしかないトーナメントなので。10代の出番です。全試合 KO 狙ってます。ここは取らなきゃ女じゃないな。1ラウンドから周りが引くぐらいの試合をしなきゃなと。1ラウンドから仕留めに行けると思うな。